本日お話をいただきますのは、国立環境研究所社会システム領域脱炭素対策評価研究室主幹研究員の金森裕子さんでございます。では金森さん、よろしくお願いいたします。国立環境研究所の金森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日は消費生活というところでお話をさせていただこうと思いますけれども、私自身、そういったものをターゲットとしていくつか研究をしてきましたが、いざここで12分ぐらいで喋ろうと思うとなかなか難しいんですよね。ちょっとバラバラした内容に思われるかもしれませんが、ぜひこれから皆さんがこういいつくば市を作っていくため私なりに考えたこういったポイントがあるんじゃないかなというところをまとめさせていただいたので、そういった感じで聞いていただければなと思います。最初にこのお見せしているのは日本の温室効果ガスの排出量と、それから今日本が出している将来これぐらいまで温室効果ガス減らしましょうねという削減目標といわれるものです。このグラフの上のところをずっとたどっていただくと、それが日本の排出量の推移、だからお星様をつけている、ここが日本の一応削減目標として、世界に示しているものになります。で、こういったグラフ自体はもしかしたら皆さんもご覧になったことがあるかもしれませんが、消費生活とかそういうふうに考えると、ついついこの家庭という文字に引っ張られて、家庭部門の排出量で、これ青いところですね、見ていきますと 15% ぐらいということが、今 15% ぐらいということが分かると思います。なんだ大したことないなと、思ったより大きくないね私たちの生活っていうふうに思われてしまうことが多いのですが、今日の私のスタートはこの温室効果ガス排出量削減のために私たち市民ができることって結局ごくわずかで、大した貢献なんかできないんですよ。もしそう思っていらっしゃるというならば、少し考え方を変えていただきたいなっていうのが、今日の最初の説明になります。で、このことを説明するために、あなたのと書いてありますが、皆さんの消費行動、生活と CO2 排出の関係をちょっとだけ説明していこうと思います。先ほど家庭部門の排出量というものが青い部分でありましたけれど、それはもう少しはっきり言うと、住宅の中で使っているエネルギー消費に伴う CO2 の排出量だと考えてください。つまり皆さんで言えば電気であったり灯油ガス、どういった組み合わせでエネルギーを使うかは人それぞれなんですけど、こういったものを使用した時に出てくる CO2 排出量、これが家庭部門からの CO2 排出量として先ほどの 15% ぐらいというふうに出てきたものになります。で、つくば市であれば自家用車をお持ちの方がかなりほとんどじゃないかと思います。で、皆さんはその自家用車に乗るときにガソリン、軽油などを使われると思いますが、そのことによっても CO2 排出というものが出てくるわけです。で、これは実は運輸部門というところにカウントされるものになります。つまり皆さんの分かりやすい、その直接の行動で出てくる CO2 排出量というのは、この住宅の中のエネルギー消費、自家用車使うとき、これだけ見てももう家庭部門だけじゃないんだ、私の生活が関係しているところはっていうのが分かると思います。で、もうちょっと考えを広げていきましょう。住宅のところは家庭部門というふうに言いました。で、交通のところ、皆さん使われるの自家用車だけじゃないですよね。たまにはバスに乗ること、それから電車に乗ること、別に他にタクシーでも何でも結構です。さまざまな交通手段使うと思います。こういったところの、排出量は、全て運輸部門に計上されます。それから皆さん生活するとき、当然ですが何か物を購入されたり、あとサービス、外で行って何かこうレストランでご飯を食べようとか、これ焼肉ですけどね、焼肉ですけど、そういったことを、されると思うんですね。じゃあ物を買います。買っただけではエネルギー消費とはちょっと遠いような気がしますけど、じゃあそれどこで買ってるんですか。スーパーとかお店で買います。このサービス受けるならばレストランとか飲食店に行きます。もうちょっと戻りましょう。そのじゃあパンで追ってきますよ。パンで戻って、じゃあパンどんでお店にあったのかな、じゃあ工場で作ったのかな、じゃあ工場の人どうやって作ったのかな、どっかで誰かが小麦を作ってくれて、でそれが運ばれてきて、こねこねして焼いてお店に来たんだな。こうやって考えてみると、
物が皆さんのお家で消費されるためには、物はまず運ばれてるということ、運ばれてるということはそこでエネルギーを使ってるということになります。運ばれる時に使われるエネルギー運輸部門になりますし、あとここでまあコネコネしたりするのに使うエネルギーであるとか、まあごめんなさい、レストランとかであれば業務部門、工場であれば産業部門等になりますが、まあ、こういったところのエネルギー消費っていうのはよくよく考えると、皆さんが物を購入されるから、サービスを使おうと思うから、全部エネルギーのがそのここでこういう部門でのエネルギー消費が必要になってくるんです。赤く右下に書いておりますが、皆さんの生活とか消費の行動っていうのは家庭部門だけでなく、まあ、生産の、部門であるとか運輸部門など幅広い活動の排出量に影響しているということになります。じゃあそれは一体どれくらいなのか、そういったことを考えるときに、一つ重要な概念があります。それがカーボンフットプリントという言葉です。この言葉自体はもしかしたら聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。その定義は、消費やサービスの原材料調達から廃棄リサイクルに至るまでの、まあ、要は物サービスのその寿命全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を CO2 に換算したものということになります。これ詳しいところはこの後小出さんが話してくださいますけれども、じゃあそういったカーボンフットプリントの観点で私たちの生活見てみると、日本の排出量のうち約6割が私たちの消費行動、生活に関連しているものなんだよと、まあ、こんな風に示すこともできるということです。こうやって見てみると、家庭部門の排出量が 15% だったから大したことないよねなんていうのはとても言えなくなってくることがわかると思います。最初のセクションのまとめです。物やサービスの購入、これはエネルギーを消費するということなんですよということになります。物やサービスの生産、輸送、消費、廃棄にはエネルギーが必要です。そして皆さんが何を買うか、このことが日本の産業業務、家庭、運輸など様々な部門の CO2 排出量に関係しているんですよということ、それから、物、ゴミを、ゴミをどのように減らすかということ、よく 3R というようなことが言われます。減量しましょう、再使用しましょう、再利用しましょう、非常に有名な言葉ですけれども、つまりそのゴミを減らそうとすることはエネルギー消費量の削減にもつながるとても大切な施策の一つになります。じゃあこれが一つ目です。じゃあちょっと話を変えましょう。皆さんの生活、ここお若い方も私よりも先輩もたくさんいらっしゃいますけれども、ここ自分の生活を振り返ってみると、ちょっと変わってきたなとか、昔と全然今違うなと思うところあろうかと思います。まあ、そういったものを、例えば社会変化が私たちの生活に影響を及ぼしたりすることがあるんですが、どういったものがどのように変化して自分たちの生活に影響したかということを次にお話したいと思います。まず日本においては、一つ人口とか世帯の構造が非常に大きく変化してきています。ここに示したのは人口ピラミッドの変化です。左上からこう横行って下行って右に行ってという形で見てください。子供が多く生まれて、どんどん人が亡くなって、医療などがまだ発達してなくてですね、年寄りなんかあんまりいないんだよっていう風な頃は、この人口ピラミッドを描くと本当に綺麗なこう三角形の形を描くことから、こういうグラフを描くと人口ピラミッドなんていう風に言われたんですが、日本においては子供が生まれる人数が減ってきて、ここが細いのがそういうことですね。緑の部分が細いです。そして、医療が発達して高齢者が長く生きられることによって、形がだんだんピラミッド型ではなく、これが今だいたい今ぐらいです。今ぐらいで2050年になるともうこれはピラミッドではなく完全に壺のような形になっているということがわかると思います。まあ、このようにですね、我が国の人口が変化してきてるわけですけど、少子化が進んだこと、そして高齢化が進んだこと、そして人口そのものが減少していることで、このような変化が起きてきています。今日グラフにはできてませんが、世帯で見ても、3世代で住むなんていうことはなくなって、単身世帯が増加するといった世帯人数の減少も進んでいます。で、こういった、社会の変化、これまだたった一つ挙げただけですけど、社会の変化というのは私たちの生活にもいろいろ影響を及ぼします。例えばお金の使い方から見てみましょうというのがこちらの図です。これは家計消費、皆さんが家庭でどういったことにお金を使っているのかなというものの割合を示したものになります。色の部分が、こうどんどん増えていったり減っていったり、横ばいに見えたりというのが見えると思います。
全部説明するとちょっと大変なんですけれども、例えば高齢化が進展したことで医療費が増えていたりとか、自動車やまあ IT 技術の普及によって交通通信のこのピンクの部分が増えている、あとはまあ経済状況がまあ最近あまりよろしくないことであるとか、まあ人との付き合い方が変わることでその他の部分が大きく減ってくるなど、まあお金の使い方が社会の変化とともに変わってきていることが分かると思います。時間の使い方も変わってきています。例えば、この辺ちょっと細かく見てないので分かりづらいかと思いますけれども、家事の時間はお若い方は完全に減ってきています。逆に高齢者の方は増えていたりもします。テレビや、ラジオ、新聞、雑誌、これも高齢者の方は非常に長く見るようになっているんですが、若い方はもう全然見ません。非常に短くなってきています。このようにですね、お金の使い方や時間の使い方というものが実際変わってきている、皆さんの生活の中で、のお金の使い方、時間の使い方変わってきている、社会の変化に伴って変わってきているということが分かります。早口でしたが簡単にまとめると、社会の変化というのはこれからも起きます。過去に起きてきたものだけじゃなくて間違いなくこの後も変わっていきます。そうすると皆さんはその社会の変化を受けて皆さんの生活をおそらく変わると思います。で、例えば今日はキーワードとして例えばサービスをもっと昔より利用するようになったとか、新しい技術が普及する、それからまあこれとも関連しますが IT 化、デジタル化、それから DX 化みたいな、まあ、こういうのも最近新聞などでよく出ているので分かるかと思いますが、そういったことあります。ここは田崎さんが後で説明してくださいます。だから時短なんていう新しいキーワード、若い人はよくご存知かもしれませんが、そういったものも出てきます。ポイントはですね、皆さんもそうです、それからつくば市もそうです。時間が経てば経つほど同じように年を取るということなんです。30年後を考えるということは皆さんも30歳年を取る、つくば市も30歳年を取るということです。その時に必要となるもの、サービスは今とはおそらく違うと思います。そういった視点が将来を考える時に必要になるんじゃないかというのが2つ目です。時間がなくなってきたのでちょっと急ぎます。最後です。自分の生活というものが一体社会においてどういう位置にあるのか皆さんはご存知ですかというのを3点目に挙げます。皆さんご自身のエネルギー消費量、ご自宅のエネルギー消費量ご存知ですか。電力消費量、量ですよ、金額じゃないです、ご存知ですかといったものです。知ってる方もいらっしゃるかもしれません、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、これ大体聞くと大概量を知ってる方ほとんどいらっしゃいません。あとでこのグラフ家に持ち帰ってみて皆さんの家の電気消費量と比べてみてください。で、何がいい、もう一つポイントがあります。で、自分のことは分かってないんですがなんとなく平均ぐらいかなと思ってたら大間違いですというのを1個だけご説明しておきたいと思います。これはですね、関東地方の月別、世帯別の電気消費量を消費量が少ない家庭から多い家庭に向けてプロット並べてみたものです。一番上のこの青いグラフだけ、まず青い線だけ見てみてください。一番電気を使ってない人はこの辺、つまり、1ヶ月に 100kWh も使ってないということが分かります。真ん中辺の人 50% ぐらいの人はおよそ 500kWh ぐらいの電気を使っているということが分かります。一番使っている人は 3300kWh ぐらいも使っているということが分かります。同じ関東地方に住んでて同じ月なのに世帯によってこれだけ電気の消費量って違うんです。で、これいい悪いとかじゃないんです。だから私が申し上げたいのはこの消費量の少ないお家、消費量の大きいお家、同じ対策で本当によろしいと思いますかということです。例えばこれからどうやってエネルギー消費量を減らしてつくば市を脱炭素化していくことを考えるときに、例えばですけどエネルギー消費量が非常に多い世帯をターゲットにしてみるとか、まあ、そういったことも一つ考えられ、有効な対策として考えられるかもしれません。で、これ最後のスライドになります。皆さんはですね、その消費行動、生活においてさまざまな形で温室効果ガス排出量の削減に貢献することができます。ゼロカーボンに向けてどのような形で誰に働きかけることが大切なのかというものをぜひ考えていただきたいなと思います。今日の説明では消費段階だけじゃなくて製造廃棄を見据えたモノサービスの選択購入が必要だというふうに申し上げました。それから社会変化も見据えた方がいいでしょうねということを申し上げました。他にもですね、皆さんにはそれぞれただの生活者だけじゃない肩書きを持っている方も多くいらっしゃるかと思います。会社員であればその会社の一員でありますし、学生さんであればその学校の一員であります。
そういう立場を使って学校や職場に働きかけることもできるはずです。例えば投資が趣味なんて方は、その投資の仕方で企業に自分たちの意思表示をすることができるんです。皆さんができることはたくさんあるということをぜひ分かっていただいた上で、より良いつくば市に向けた、検討していただきたいなというふうに思います。以上です。山本さん、ありがとうございました。